オイラたち、ついにここまで来た。聖域の扉、開こう。今すぐに。ついにここまで来たな。よし、早速聖域の扉を開こう。ついにここまで来たね。さあ、早速聖域の扉を開こうよ。これが聖域に一番近い忘却の島でちか。ずいぶんちっこい島でちね。早いとこ聖域の扉開こう。とうとうここまで来ましたね。いろんなことがあったけど、これでやっと聖域への扉が開かれる。さあ行きましょう。ついにここまで来たな。さあ早速聖域の扉を開こうぜ。かもしれない。じゃあやってみるね。さあ精霊のみんな、力を貸して。いよいよじゃな。わしの力のすべてお前さんに託すぞよ。頑張るだす。よし、やるぜやるぜやるぜ。うりゃあ、うちの根性見せたるわ。行くで。我が闇の力、すべてここに集結す。ジス、俺も頑張るっす。さあ、私たちで最後。もう一息で扉が出現しそうよ。すいません、こんな私でどれだけお力になれるか分かりませんが、できる限りのことをやってみます。ちょっとだったのに。頑張れ、もう一回。残念。フェアリー、しっかり。焦っちゃダメだ。もっと自分の力、仲間の精霊たちを信じるんだ。あー、もったいない。あとちょっとだったのにね。次はきっとうまくいくよ。頑張って。はっちゃー、こりゃ惜しい。残念でした。でも大丈夫、このシャルロットがついて待ち。どんと行こう。大丈夫フェアリーさん、もう少しよ、頑張って。みんなありがとう。予想以上にマナが減少しているの。なかなか広がってくれなくて。もう一回だけやってみるね。マナの女神様、私たちに力をお貸しください。よし、やった、扉が開いた。さすがフェアリー、今の君最高に輝いてるぜ。やったー、扉が開いたよ。よかった、一時はもうダメかと思っちゃった。さすが、イエーイ。
扉が開きました。さすがはフェアリーさんたち。やっほー、やったー、扉が開いたぜ。なんだよフェアリー、やればできるじゃん。いかす、うん、違うの、私まだ何もしてないよ。聖域の扉が自然に開いちゃったの。きっと各地のマナストーンが全てエネルギーを放出させられているんだわ。マナストーンのエネルギーが私や精霊たちの力と重なったせいで、あんなに巨大化して空中に上がってしまった。これじゃ地上からは入れないよ。え、そんなバカな。ねえ、そんな。なんだって、そんなバカな。なんですって、もしやアルテナが。おう、なんてこったい、そんなの嫌でち。なんということでしょう、そんな。魔導士。この声、グレンの魔導士に間違いないよ。それじゃあ、あの船はアルテナの空中魔導要塞ギガンテス。いきなりなんてこと、ひどいでち。この声、ボロセナであったグレンの魔導士でちね。声だけは一生忘れねえ、アルテナのグレンの魔導士。古代魔法をかけただけでは起動しなかったマナストーンが、お前たちのおかげでエネルギーの放出を始めてくれたよ。これで我がアルテナが誇る空中魔導要塞ギガンテスで聖域へと進行開始できるようになった。お礼に私からのプレゼントだ。取っときたまえ。うわっ！